君誰と見たいですか試合。あ、これ K1 タケル選手、K1 のタケル選手が今会場に姿を現したようですね。ここは埼玉スーパーアリーナです。うわ、やられたと思いました。抜かれたと思って、うわ、やってるよと思いました。でも自分の試合を見に来てくれるっていうのはまあ一回もなかったと思うので、まあ単純に嬉しいですよね。今日会場にタケル選手来てくれて本当にありがとうございます。まあ本当まだ何も決まってないんですけど、一緒に格闘技を盛り上げましょう。何かしらの意思表示というか、はい、僕の気持ちを伝えたくて、今日はライジンの会場にお邪魔させてもらいました。やっぱりこのカードをやらないと、僕はもう格闘家人生だけじゃなくて人生を後悔すると思うんで。それをやるんだったら東京ドームしかない。ドーム抑えろでも本当まだ何も決まってないんで分かんないですけど、まあなんだろう、気持ちはまあ変わらないです。試合に来てくれて、今までそういうことが一回もなかったじゃないですか。まあ、それがちょっとでもこう近づいたっていうことがまず本当大きな一歩、待たせましたねみたいな国内さんで、うっすって言いました。ほぼ諦めかけてましたよね。こちらから常にいろんな形でラブコールは送ったし、5年間やっぱりライジンが踏ん張り続けたことによって起こせたことなのかなって気もするけどね。稀に見る本当に純粋ないいやつ、タケルは新生 K-1 という、やっぱり自分がこれは作ってきたもんだし、そこを飛び出して工事地区に自分だけ、例えばライジンって天津戦が実現するとかっていうのはどうしても嫌だったんだね。それはファンとか K-1 で戦ってる選手たちに対しての裏切りもなるし、やっぱりみんなからずっと逃げてる逃げてるってバッシングが、俺は逃げてるわけじゃないよっていうのを見せたいんだろうし、お互いの気持ちは分かってるし、だから特に何も言うことはないですけど、リングで向かい合うのが楽しみだなっていう、僕は楽しみにしてます。決まったらどう戦うんですか。まあ僕も武尊選手の試合見ますけど、自分のやりたいことをやるタイプです。僕相手によってて技もスタイルも打ち方も戦略変えれますから、だからもう答え出てますね。まあ、今年大きいことがあるってたくさん多分。これは天使にもいろんなこだわりがあるでしょう。関わる人たちの思いとかね、こだわりとかエゴとかいろいろあるけど、そういうものは少しずつ抑えて実現させることファーストで動くってことだと思うね。でもね、しつこいですね。しつこいね。しつこい。よく女の人にも言われるんだよね。あ、そうですか。しつこいね。しつこい。